社会人の俺、田中優斗は不動産営業をやっている。今月もお疲れ様でした、優斗さん。ノルマ達成を祝して乾杯。彼女は俺とコンビを組んでいる新人営業の佐藤光だ。それにしても光は資料作りがうまいよな。今日の交渉もだいぶ助けられたよ。少しは力になれましたかね。っていうか交渉の時の優斗さんすごかったです。何も予定がないところから足使ってアポ取って、それで商業施設の契約をまとめちゃうんですもん。しかもオーナーさんかなり厳しそうな方だったのに、優斗さん全然ひるまなかったですもんね。ああいうのはメンチの切り合いと一緒でさ、気合さえ入ってれば向こうが折れてくれるものなんだよ。はあ、メンチですか。まるで昔不良だったみたいな言い方ですけど。いや、それは物の例えだよ。根性論もバカにしたものじゃないってことさ。なるほど、メモメモ。私ももっとしっかりしなくちゃですね。そして俺たちは談笑を楽しんだ後、店を後にした。いや、食べた食べたですね。でもちょっとだけ飲み足りないかも。ねえ、ゆうたさん、もう一軒行きませんか。ほら、あそこのバーとか良さそう。おう、じゃあ行ってみるか。いらっしゃいませ。あー、シックでいい感じのお店ですね。私、本日のおすすめカクテルお願いします。俺はビールで。ひかり、確かそろそろ終電じゃなかったっけ。あ、もうそんな時間ですか。今日は楽しかったです。またご一緒させてください。店員さん、お会計お願いします。かしこまりました。チャージ代とドリンクで20万円になります。え、20万。すみません、何かの間違いじゃ。だって私たち一杯ずつしか飲んでないのに。ああ、うちはチャージ料が他と比べて割高で、ほら入り口のここに記載してありますよね。小さすぎませんか、注意書き。ゆうとさん、ここってもしかして。ああ、ぼったくりバーだろうな。言ってくれるじゃないですか、お客さん。何か勘違いしておられるようですが、私たちはサービス料を請求しているだけ。その額を決めるのはあなたではありませんよ。ごめんなさい、もう一軒なんて誘ったせいで、せっかくの楽しい時間が台無しに。ゆうとさんの分も私が払いますから。ひかり、大丈夫。こんな店に払う必要はない。え、そもそもめちゃくちゃなサービス料なんだ。しかるべきところに通報してやればいい。通報しても無駄です。民事不介入ですよ。だったら適正料金だけを置いて店を出ていく。私たちがそうさせるとでも思いますか。あなたのような聞き分けのないお客様にお支払いいただくために、こういう連中を雇っているんですよ。こわもてで脅すとはいかにもって感じだな。もういいんです、ゆうたさん、無理しないで。無理なんかじゃないさ。こんな状況、昔の俺から考えるとピンチにも入らない。え、どういうことですか。お、着信だ。ゆうと、久しぶり。たまには一緒に飲もうぜ。ちょうどいいタイミングだな。店の指定をしてもいいか。今、俺ともう一人ぼったくりバーにいるんだ。あ、サンキュー。じゃあまた後で。ってわけだ、今からここにもう数人来る。誰が来たところでうちは引きませんよ。かも、ではなく、お客さんが増えるなら歓迎しますが。いらっしゃいます。おっす、ゆうと、来たぜ。ぼったくりバーってのはここか。悪いな、こんなとこに呼び出して。こいつら、俺の昔の仲間なんだ。この百戦錬磨の風格、それにその風貌、もしかして、あなたたち、タイガースのメンバーでは。何ですか、タイガースって。知らないんですか。これだからパンピーは困る。数年前、この界隈で伝説となった最強無双の暴走族。町の治安を守るために活動し、喧嘩の強さはまさに虎のごとし、界隈のワルたちの誰もが恐れたのがタイガースです。そしてそのタイガースの元総長、確か田中優斗という名前だったような。
ゆうとさんが暴走族の元総長？ああ、そういえばお前見覚えあるな。確か昔100人くらい連れてきて帰り討ちにされたうちの一人だっけ。うわ、あの時のことを思い出すと私のトラウマがうずく。今も随分悪どいことしてるみたいだけど、これはまた教育が必要だな。すいませんでした。許してください。あなたが元タイガースだなんて知らなかったんです。もちろんうちでの飲食は全てタダにしますから、どうかお慈悲を。露骨に態度変えやがって、しょうもねえ野郎だな。どうする、ユウト。ユウトさん。俺は別に見逃してもいいよ。逃げるやつは追わない主義なんだ、昔からな。さあ出るぞ光。はい。悪いな、今までずっと昔のこと隠してて仕事仲間を驚かせたくなかったんだ。いえ気にしないでください。確かに驚いちゃいましたけど、さっきのユウトさんすごくかっこよかったです。さては酔ってるな。会社のみんなには内緒にしててくれるか。はい。翌日の夜、俺たちは飲み直しに集まっていた。君光ちゃんって言うんだ。会社でのユウトの話とかいろいろ聞かせてよ。はい、それは構いませんけど、というか本当にタダで食べ飲みしてもいいんでしょうか。いいんだよ、こいつが自分で言ったことなんだしな。あ、それは昨日の分だけのつもりで。勘弁してくださいよユウトさん。まあこいつらにはいい薬だろう。さあさあ、今まで散々ぼったくってきたんだし。うぐぐ。そうだユウト、少し調べてみたんだけどよ、この町にはかなり多くのぼったくりバーがあるぜ。なるほど、もともとが飲み屋街だから変な店が増えるのも早いんだろう。特別珍しいことじゃない。ただ真面目な人たちが被害に遭うのは見過ごせないな。光は昨日以外トラブルに巻き込まれたことはないか。言われてみれば何回かあるかもしれません。ユウトさんみたいな勇気もないし泣き寝入りしてきましたけど、キャッチの人について言ったら入る店入る店全部ぼったくりだったこともあります。それはまた災難な。ユウトの後輩をカモにするなんて許せねえな。え？なあ、俺たちでぼったくりバーを撲滅しようぜ。光ちゃんの敵討ちだ。まあやられっぱなしじゃ寝覚めが悪いよな。光、ぼったくられたお前の敵、俺たちが撃ってやる。よし、出陣だ。ああ、終わったらまたここに戻ってきて飲むから。そんな。そして町に繰り出すなり、早速食いついてきた。お二人さん、飲み屋探してんの？いいとこあるよ、今なら超お得。ユウトさん、私この人に以前声をかけられました。で、ぼったくられました。よし、ついていってみよう。そして一杯を飲んでお会計をしようとした時だった。会計は50万だ。まさか払えないなんて言うなよ。やっぱり。まんまと正体を現したな。よし、それじゃあここからはタイガースの出番だ。来たぞユウト。せっかし本当にぼったくりバー多いんだな。なんだ仲間か。ってこいつらもしかして元タイガースの連中か。この辺をうろついてると聞いたが本当だったなんて。なあ、さっき会計50万とか言ってたよな。一杯飲んで50万ってのはおかしいよな。内訳教えてくれっか。すみませんでした。ちょっと電卓が壊れてたみたいで、お詫びに今日の会計は全部タダにします。なあ、彼女が前にここでボラれたらしいんだけど、その時の金返してやってくれねえかな。そうなんですか。昔のことはちょっと、そもそも当時の金はもうとっくにないと言いますか。あ、なんだと。本当なんです。それから1ヶ月ほどが経ち、俺たちは次々とぼったくり店を壊滅させていったわけだが、怪しい店は順調に減ってるみたいだな。俺たちの噂が回ってるのもあって治安が保たれてるらしい。一応は効果ありってところか。けどすまなかったな、
結局光の金は取り返せなくて。いえ、いいんです、仕方ないですし、それにゆうとさんが私の代わりにガツンと言ってくれてスカッとしました。本当にありがとうございます。私この1ヶ月間ゆうとさんたちとご一緒できて楽しかったです。これからも私のこと飲みに誘ってくれますか？あ、光さえ良ければいつでも。ヒューヒュー、冷やかすなよお前ら、まったく。なんだか照れちゃいます。いつでも OK って言ったの忘れちゃダメですからね。俺と光の付き合いはこれからも末永く続くことだろう。高校生の俺、田中優斗には2つ年下の妹がいた。彼女田中七海は重度のブラコンだった。お互いが再婚した両親の連れ子である俺たちに血のつながりはない。小さい頃から俺の後ろをついて回り、将来はお兄ちゃんと結婚すると言ってはばからなかった。ずっと一つ屋根の下に暮らしてきた俺たちだが、転機が訪れた。俺が大学に進学したのを機に一人暮らしを始めることになったのだ。それを七海に伝えると。嫌です、兄さんが一人暮らしをするなら私もついていきます。いや、俺は通う大学が家から遠いから一人暮らしするわけであって、七海がこっちに来たら自分の高校に通えなくなるだろう。大丈夫です、何時間かかっても通ってみせます。それより兄さんと一緒にいることの方が私にとってははるかに大事です。それとも兄さんは私のことを嫌いになってしまったのですか？私はこんなに兄さんを思っているのに。泣き落とししようとしても無駄だ。ち、さすが兄さん、そういうところも大好きです。なんだこいつ。お前もいつまでも俺と一緒にいるわけにはいかないだろう。兄弟と言ってもお互い自分の人生を歩んでいくんだから。結婚すれば同じ人生を歩むことになります。私と兄さんは運命共同体です。目がマジすぎて怖い。結局両親にもたしなめられて、七海は俺との同棲を諦めることに。しかし週末には兄さんの家に遊びに行きますから、首を洗って待っていてください。はいはい、わかったわかった。そして大学に進学し一人暮らしを始めた俺、週末になると七海が早速俺の部屋にやってきた。なるほど、ここが兄さんの部屋ですか。そして今日からは私たちの愛の巣になるわけですね。勝手に巣作りしないでくれるか。というか七海、お前さっきから何してるんだ。兄さんに女の影がないかどうか探っています。兄さんの匂いとそれ以外の人間の匂い、私は警察犬よりも正確に嗅ぎ分けられます。くんくん。今後の人生で全く役に立ちそうもないスキルだな。だが俺だって大学生だ、女子との交流の一つくらいあるかもしれないぞ。いえ、それはないですね。兄さんからはまるで女の影を感じませんでした。彼女いない歴イコール年齢というのは変わらずのようですね。安心しました。う、図星だった。さあ兄さん、ご飯にしましょう。ゴミをチェックしたところ、最近はコンビニのお弁当ばかり食べていたようですから、私の手料理を食べて活力をつけてください。さりげなく人の家のゴミ箱をチェックするんじゃないよ。七海が泊まっていった翌週の大学の授業終わり、キャンパス内を歩いていると女子に声をかけられた。おい田中くん、久しぶり。私のこと覚えてる？くるみ沢さんだったよな。文芸サークルの新刊の時に隣の席に座ってた。いかにも、覚えててくれて嬉しいよ。この前はごめんね、テンション上がってついはしゃぎすぎちゃった。新刊の際、酔ったくるみ沢さんは俺にボディタッチしたり抱きついたりしてきた。そしてその後俺は潰れた彼女の解放をしてあげた。別にどうこうなることもなく普通に解散した。というか吐いて具合が悪そうだったから、よこしまな気持ちも抱く間もなかった。ねえねえ田中くん、この後暇？まあバイトまでは時間があるから暇だけど。じゃあさ、ちょっとお茶でもしない？この前のお詫びにさ、おごらせてよ。別に気を使わなくてもいいのに。気を使ってというより、これは単なる口実と言いますか。私田中くんともっと話してみたいんだよね。あの時解放してもらってからずっと気になっててさ。え、それってどういうことだ？まさか俺に気があるとか？その後俺はくるみ沢さんと喫茶店でお茶をした。へえ、田中くんって一人暮らししてるんだ。じゃあさ、今度遊びに行ってもいい？え、お、俺の部屋に来るのか？うん、私実家暮らしの友達しかいないから楽しそうじゃん。でもな、男の一人暮らしの部屋に来るのに抵抗ないのか？あ、もしかして変なこと考えてる？うわー、田中くんやらしい。別に考えてないから、あくまでも一般論を述べただけだから。冗談冗談、新刊の時も潰れた私に何もしようとしなかったし、田中くんのことは信用しているから、まあただのヘタレという説もあるけど。おい、確信をついてくるのはやめろ。そして後日、くるみ沢さんがうちにやってきた。
お邪魔します。ここが田中くんの部屋か。男の子の一人暮らしなのに綺麗に片付いてるね。母、毎週末七海が掃除してくれるからな。しかし部屋に女子をあげたことを七海に知られたらまずいな。重度のブラコンのあいつの性格からして何をしでかすかわからない。まあ七海がうちに来るのは週末だから、それまでに証拠隠滅をすればいいか。兄さん、うお、ななな、みどうしてここに。平日だぞ。今日は高校の創立記念日で休みだったんです。兄さんを驚かそうとお忍びでやってきたら。何ですかこれは。まさかななみに見つかってしまうとは。一体どうすれば。その子、田中くんの妹、すっごい可愛い子じゃん。私はくるみ沢桃香っていうの。よろしくね。よろしくしません。あなたは兄さんの何ですか。何って言われても。友達だけど、サークルの新刊で潰れてるのを解放してもらったの。なるほど、兄さんの優しさにつけ込んだわけですね。この泥棒猫、身も心も私のものですから。しかしあなたは今、兄さんとは友達と言いました。ということは今後も男女の仲になることはありませんね。いや、それはわかんないよ。男女が付き合う時って一目惚れとかじゃなくて、基本友達として仲良くなった炎上だし。それに田中くんにはもう私の恥ずかしいところを見られちゃったから。あんな姿を見せたのは両親以外だと彼が初めてだし。なあ、いつの間にそんなことに。兄さんと桃香さんはすでにできていたのですか。そんな、兄さんが大人の階段を登ってしまうなんて。くるみ沢さん、なぜあえて誤解を招くような言い回しを。いや、ごめんごめん。妹ちゃんの反応が面白かったから、ついからかいたくなって。でもあの子は本当にお兄ちゃんが大好きなんだね。その後、俺は家を飛び出していった七海を探して回った。ここにいたのか、探したぞ。兄さん、私のことは放っておいてください。そうはいかない。大事な妹だからな。ずっと怖かったんです。私は人見知りで、兄さん以外との関係性が築けません。私にとっては兄さんだけがつながりだったんです。だから、兄さんがいないと私は一人になってしまいます。兄さんと桃香さんが付き合ったら、私はお邪魔虫です。そんなことはない。そもそも俺たちは付き合ってないけど、仮にそうなったとしても、七海をのけものになんてしない。兄さんはそう言ってくれても、桃香さんはそうは思いません。こらこら、決めつけるのは良くないな。桃香さん、私がもし田中くんと付き合っても七海ちゃんを邪魔だとは思わないよ。お兄ちゃんのこと大好きなんでしょ。私も田中くんのこと好きだから、3人で仲良くすればいいじゃん。3人で。それにぶっちゃけると七海ちゃんは私の超タイプなんだよね。どういうこと。あれ言ってなかったっけ。私は男の子も女の子もどっちもいけるんだけど。私は田中くんも好きだし、ななみちゃんのことも好き。だからのけものになんてしない。私たち仲良くなれると思うんだよね。桃香さん、すみません、あなたのことを誤解していました。桃香さんになら兄さんを任せることができます。うん、二人とも幸せにしてあげる。両手に花ってやつだね。あの、さっきから俺の意見が無視されてるんだけど。その後、俺とくるみ沢さんは付き合うことになった。やがて同棲をすることになってからも、ななみは週末になるとうちに来た。休日になると3人でデートに出かける。世間一般からすると変わった関係かもしれないけど、俺たちは確かに幸せだった。大学生の俺、田中優斗は順風満帆な日々を送っていた。周りからは努力家だと評され、学業も優秀。同学部で人気の女の子、黒峰真由里に告白され、現在交際中。お似合いのカップルだと周りも祝福してくれていた。はあ、やっと説明会終わったわ。優斗は前に言ってた大手企業を受けるのよね。俺たちは大学3年になり、そろそろ本格的に就活を始める時期に差し掛かっていた。当初は真由里の言う通り大企業に入るつもりだったのだが。は？今から起業する？あなた正気なの？ああ、バイト先にベンチャー企業で働いている先輩がおり、話を聞くうちに興味が出たのだ。起業することで社会にいい影響を与えたい、そう思うようになっていた。ダメよ、これほどの学歴をドブに捨てるなんてバカじゃないの。あなたは優秀だし、絶対に大手に受かる。大手に行けば安定して確実に稼げる。起業なんてくだらない、そんな博打許さないわ。無茶なのは分かってる。でもどうしても挑戦してみたいんだ。どうせ失敗するわ。それでも後悔はしないよ。ふん、好きにしなさい。
それから俺は仲間を集め IT 系の会社を起業した。毎日朝から夜まで目標に向かってがむしゃらに働き続けた。成功のビジョンはあった。正しいことをしているという確信も。しかしそう簡単にうまくはいかなかった。事業は失敗続きで、創業メンバーたちも俺を見限って次々に離れていく。くそ、舐めてたわけじゃないけど、こんなにうまくいかないなんて。だから言ったじゃない、どうせ失敗するって。まゆり、会社は軌道に乗らず貧乏暮らし。創業からの仲間たちはあなたを見限っていなくなっていく。これでも後悔はしてないって言える？それは。私たち別れましょう。将来性があると思ったからあなたと付き合ってあげていたのよ。それなのに今の現状、私の顔に泥を塗って失望したわ。貧乏人に用はないから、会社ごっこ頑張ってね。くそ、起業はうまくいかず、仲間もみんな去っていってしまった。あげく彼女にも振られて、俺にはもう何も残っていないじゃないか。嫌だな、私がいるじゃないですか。さくら。彼女は明石さくら。大学の後輩で創業メンバーの一人だ。学業も優秀で大手からも引く手あまただったのに、俺の会社についてきてくれた。さくらは辞めなくていいのか？辞めませんよ。あんな見る目のない人たちと私を一緒にしないでください。私は先輩なら必ず成功すると信じています。失敗続きで何も残っていないのに。失敗じゃありません。うまくいかない1万通りの方法を発見したんです。確かエジソンの。はい、それに私がいるじゃないですか。何も残ってないとは言わせませんよ。ここが踏ん張りどころですよ先輩。どんな成功者も一度くらいは挫折を経験しているものです。ここからは這い上がるだけです。微力ながら私もお手伝いします。そうだよな、まだまだこれからだよな。ありがとうさくら。俺もう一度頑張ってみるよ。はい、その息です。それから再起した俺はがむしゃらに仕事へ打ち込んだ。心が折れそうなこともあったが、さくらが信じていてくれるから頑張ることができた。そうしているうちにあっという間に時が経っていった。ある日俺は銀行を訪れていた。そして受付の前を通った時、見覚えのある顔を見かけた。あれ、ゆうと、久しぶり。相変わらずの貧乏面ね。どうも。銀行に何の用？どうせ引き出すお金も大してないんでしょ。いっそのこと口座も閉じちゃえば。黙っちゃってどうしたの？なんか言ったら？まゆりが俺によって煽っていた。まさにその時だった。田中様、申し訳ございません。うちの従業員がとんだ失礼を。本当に申し訳ございません。彼女にはしっかりと教育しておきますので。ほら、黒峰君も早く謝りなさい。いえいえ、お気になさらず。なんで支店長がこんなやつに。お客様に向かってなんだその口の利き方は。それに田中様は今乗りに乗っている若き起業家、うちのお得意様だぞ。え、そんな、あの優斗が。そう、あれから俺は事業を軌道に乗せていた。最初こそ苦戦したものの、今までの失敗を生かし著しい成長を遂げ、今では事業も安定していた。だから口座にはちょっと言えない額の資金が入っていたりする。ほら、しっかりと謝りなさい。田中さん、申し訳ありませんでした。大丈夫ですよ、本当に何とも思ってませんから。まさかあの優斗がそんなすごいことになっていたなんて。でもこれは裏を返せばチャンス。うまくよりを戻すことができれば社長夫人になれる。そうすればつまらない今の仕事を辞めて毎日遊んで暮らせるわ。ごめんなさい、私
ゆうとのことを誤解していたわ。起業なんて聞いた時はバカだと思ったけど、ゆうとは選ばれた人だった。私たちよりを戻さないね。今なら対等なパートナーとして支え合えると思うの。よくも意見シャーシャーと。俺があの時どれだけ辛かったと思ってるんだ。金も仲間も失って、まゆりは追い打ちをかけるように俺を捨てて。元カノさん、面白い冗談を言う人ですね。頭蓋骨にはタメでも詰まってるんでしょうかね。誰よあなた。なんでこんな綺麗な子がユウトの隣に。ユウトさんの彼女ですが何か。あなた確か黒峰さんですよね。一番大変な時にユウトさんを見限って捨てたそうじゃないですか。それはちょっと誤解があって。まあどちらでもいいです。とにかくもう金輪際ユウトさんに近づかないでください。これ以上彼を傷つけるようなことがあれば、私何があってもあなたを許しませんから。ささ行きましょう、ユウトさん。おい、さくら、まゆりに何を言ったんだ。まあまあ、ゆうとさんがあんな小物を相手にする必要はありませんよ。ささ、次の取引も頑張りましょうね。そんな、なんでこんなことに。初めから分かってれば、私だって捨てたりしなかったのに。その後、まゆりは銀行を辞めることになったらしい。今は何をしているのかは誰も知らないとのことだ。それからも俺の会社は順調に成長を続けていった。社員も増え、ビルのワンフロアにオフィスを借りた。起業した時から考えると別世界に来たみたいに変わった。しかし目まぐるしく変化する日々の中で、彼女だけは変わらなかった。とうとうこんなところまで来てしまいましたね。あの時さくらが俺を奮い立たせてくれたおかげだよ。ユウトさんなら絶対に成功するって確信してましたから。言うなれば先行投資です。気づけば会社も大きく、仕事もたくさん。嬉しいですけど、そろそろ休みが欲しいですよ。有給申請なら受け付けるぞ。私だけ休んでも意味ないでしょ。ユウトさんと一緒に休日を過ごしたいんです。いいんじゃないですか、たまには一緒に休暇を取っても。二人が誰よりも頑張ってるのはみんな知ってますから。そうですよ、もっと私たちも頼りにしてください。みんな本当にいい仲間を持ったな、俺は。でもあの頃みたいに業績が傾いたら、この中の何人が残ってくれるんだろうな。なあさくら、もし俺がまた落ちぶれたらどうする。決まってるじゃないですか、ずっとついていきますよ。ユウトさんの隣が私の居場所ですから。あ、これからもよろしくな。これからどんな困難があろうと、俺はさくらと共に歩んでいくだろう。高校生の俺、田中ユウトは陰キャだった。重度の人見知りで、クラスでは当然のようにぼっち。誰も話しかけては来ない。完全に罪の高校生活を送っていた。田中君ってなんだか独特の雰囲気があるよね。よらば切るみたいな。前に話しかけようとしたらすごい速度で逃げていったからな。群れを好まない個体なのかもしれん。ある日のこと、家にいると母親が声をかけてきた。ゆっと、あなた髪伸びすぎじゃない？男メデューサかと思ったわ。お母さんお金出してあげるから美容院に行って切ってもらいなさいよ。分かった。俺は母親から小遣いを握らされ美容院に行くことに。しかし店前にたどり着いた時、思わず足が止まってしまった。美容院おしゃれすぎるだろう。陰キャの俺には眩しい。俺のような陰の者にとって美容院は場違いすぎる。おしゃれで陽気な美容師さんに話しかけられたらと想像すると怖すぎる。ウェイ、今日はどんな感じにしちゃう系ですか？マッシュですか？アップバングですか？ポンパドールですか？あーばばばばばば。ダメだ、ここは俺のような雑魚が来るところじゃない。吸血鬼が太陽の下に出るみたいなものだ。迂闊に入れば灰になって焼かれてしまう。撤退せねば。
結局キリに行かなかったの？美容院は俺のようなダンゴムシが近づいていい場所じゃない。じゃあ床屋に行けばいいじゃない。床屋は子供かおじさんが行く場所で、高校生が行くと浮くだろう。めんどくさい子だね。そんな風に髪を伸ばしたい放題にしていた俺、けれどある日突如として転機が訪れた。ただいま。実家に帰ってくるのも久しぶりだわ。姉が帰ってきたのだ。てか言うと何その毛量、ウケるんだけど。男メデューサじゃん。母親と全く同じ例えを出してきた。さすがは家族だ、感性が似てる。この子美容院に行けないらしいの。陰キャは場違いだとかなんとか言って。別に陰キャだろうと拒んだりしないってば。考えすぎでしょ。大丈夫大丈夫、現役美容師の私が保証する。そう言われてもな。じゃあお姉ちゃんがうちで切ってあげようか。え？あら、いいじゃない。それなら美容院に行かなくても済むし、お金も浮くし。特別に5000円でいいよ。結構長く取ろうとしてきたな。いやいや、出血大サービスよ。お姉ちゃんカリスマ美容師だから。店で切ろうとしたらもっとかかるし、美容師としてやってる SNS のフォロワーも10万人いるんだから。まあ店に行かずに切れるならそれくらいは安いものか。わかった、アサミネ、俺の髪を切ってくれ。オッケー、任しといて。お姉ちゃんがユウトを本物の男に生まれ変わらせてあげる。普通でいいから、普通で。なんで切る前に俺の写真を撮ってるんだ？ SNS にビフォーとアフターを投稿しようと思って。そしたらそれを見た人が店に来てくれるかもしれないし。集客に余念がないな。カリスマだからね。そして1時間後。あとはここをちょっと切って、よし完成。どうよ、見違えたでしょ。うわ、すごくさっぱりしてる。石炭を磨いた結果、ダイヤモンドに仕上げてみました。いいじゃない、どこのイケメン俳優かと思ったわ。いやいや、それはさすがに言い過ぎだろう。身内に対する悲劇がすごいな。私の弟だけあって素材はいいんだから、もっと自信持っていきなって。そして翌日、俺は髪を切った状態で投稿した。ちゃんとしていけってアサミ姉がセットもしてくれたけど、俺みたいな陰キャがこんな調子に乗ったことして袋にされたりしないか心配だ。カツアゲされた時のために靴下の中に千円札を入れておこう。え？あの男子誰？すごくかっこいい。本当だ、確かにイケメンだな。男の俺でもちょっと見とれそうになるくらいだぜ。けどうちのクラスにあんなやついたっけ？俺が自分の席に座った後だった。クラスの女子柊彩香さんが近づいてきた。あの、そこ田中くんの席だけど、勝手に座ったら怒られちゃうんじゃないかな。え？いや、その何と言いますか、僭越ながら申し上げますと、俺がその田中優斗というか。え？田中くんだったの？髪の毛すごいさっぱりしてる。というか素顔そんなだったんだ。ちょっと聞いた？あのイケメン田中くんなんだって。長い髪の毛の下にあんなにとんでもない原石が眠っていたなんて。これは野放しにはしてられないよね。他の子に取られる前にアクションを起こさないと。ちょっと待ちな。あなたは赤川せつな、レディースチームの総長でありクラスのリーダー的存在。一体どうしたの？あんたたち田中を狙うつもりでしょ。もちろん。けどそれでクラスの女子同士の仲が悪くなったらことでしょ。確かに血で血を洗う戦いは避けられないよね。恋する乙女の醜さたるや想像を絶するものだからね。でしょ。ここは一つ抜け駆け禁止のために同盟を結ばない？同盟？田中を手に入れられるのは一人だけでしょ。残りの女子たちはみんな悲しい思いをすることになる。敗者を生むことになるくらいなら最初から勝者を作らなければいい。競争するんじゃなくて、みんなで手をつないで一列でゴールする。これこそがクラス円満の方法だと思う。なるほど、確かに一理あるかも。クラスが険悪になるのは嫌だもん。友情は大事にしたいし、彩香もそれでいい？そうだね、私も賛成。よし、決まりだね。髪を切ってからというものの、
一層みんなに避けられるようになったような。特に女子たちから。まあ髪を切ったくらいで何かが変わることなんてないよな。次の時間は移動教室だし、早めに向かっておこう。ねえ田中。赤川さん、話したいことがあるからさ、ちょっとつらかしなよ。言っとくけど拒否権はないから。レディースの赤川さんが俺を呼び出し、考えられるのは締められること。髪をセットするなんて調子に乗んなよってことだろうか。逆らえるはずもなく、人気のない校舎裏にやってきた。一体何をされるのだろうと戦々恐々としながら待っていると、赤川さんがやってきた。あんたを呼び出したのは他でもない。なんつうか、その、あれだ。今日の放課後、私に付き合え。同盟を組んだのも、すべては他の女子の抜け駆けを防ぐため。言い出しっぺの私が真っ先に裏切るのは良くないだろうって。そんなものは百も承知。欲しいものはどんな手を使ってでも手に入れる。私はレディース。不良はルールを守らないからこそ不良なんだよ。結局放課後は赤川さんに付き合うことに。一体どんな目に遭わされるんだろう。バイクでシチューを引きずり回されたりするんだろうか。田中くん、どうしたの？そんな暗い顔して。ひらぎさん、何か困ってることがあれば私に話してみて。クラスの委員長として力になるよ。俺みたいな陰キャにそんな優しい言葉をかけてくれるなんて、なんて人間ができてるんだ。迷った末に俺は赤川さんに呼び出されたことを話すことにした。実は赤川さんが。田中くんは締められるって勘違いしてるけど、これは完全にお近づきになろうとしてるよね。あのレディース、よくもイケシャシャと。さては同盟なんて、旗から守るつもりがなかったな。大丈夫、私が田中くんを守ってあげるから。ひらぎさん、心強い。赤川さんがそのつもりなら、私にだって考えがあるよ。とりあえず今ので好感度は上がったね。そして放課後、待ち合わせ場所に向かうと。おう田中、来た来た、待ちくたびれたよ。って、は？なんでヒイラギがここにいるわけ？それはこっちのセリフだよ。赤川さん、同盟を結んだよね。なのに抜け駆けしようとするんだ。これはその、なんというか。物は相談なんだけど、黙っておいてあげる代わりに私も一枚かませてくれない？ヒイラギ、あんたクラス委員長だろ。いいのかよ。クラス委員長だからこそだよ。権力を持つ者は波の女子よりも優先されるべきでしょ。はは、悪い顔してるぜ。ちょっと待った。クラスのみんな、こそこそと動いてるから、もしかしてと思って後をつけてみたら、ほんと油断も隙もないね。お前ら二人、同盟の意味知ってるか？うん。仕方ないでしょ、田中くんと仲良くなりたいんだから。恋愛ってのは勝つか負けるか、仲良し小良しじゃできねえんだよ。おうおう、とうとう本性出しやがったな、獣どもが。上等だよ。もう面倒だから拳で白黒つけようや。じゃあみんな何してるの？喧嘩するのはやめよう。な、田中くんは黙ってて。これは私たちの行く末をかけた聖戦なんだよ。ゆうと、どうよ、髪を切ってからの反響は。とっつきにくさがなくなったから、ぼっちも卒業できたんじゃない？いや、それがぼっちではなくなったんだけど、常に追われる身になったというか。うわ、田中くん迎えに来たよ。私と一緒にカフェに行こう。いやいや、私と遊びに行こうぜ。絶対に後悔はさせないから。いや、私だよ私。他の子に耳を傾ける必要なんてないよ。髪を切ってからの俺は、以前のような誰からも話しかけられない陰キャぼっちではなくなった。その代わりに女子たちから常に追われる身になってしまった。クラスの女子だけでなく、今では学校中の女子から駆られようとしている。髪を切る前と切った後、
どちらが良かったのかは今のところはまだ答えが出ていない。